えっと昨日ですね図書館でメンバーズの登録をしてきましてで会員カードを作ったんですけどもで今日また同じ図書館に行って銀行の証明書に使えそうなものを印刷してきましたまあ街にある文房具屋さんですかね結構ネットとかで探すとレイマンっていうショップで印刷ができるっていう風に。 情報が書いててあって結構レイマンはあのいろんなところにあってアクセスがいいんですけれどもと値段が高いっていう噂があってで、まあ、まあ高いっていう情報があったんで私は使ってないんですけれども、まあ、どうやったら印刷を安くできるかなと思って図書館に連絡をしたんですね。 でそしたら、まあ、図書館で印刷すると、えー、0.15ポンドですね A4 の白黒片面印刷だと0.15ポンドでできるっていうふうに回答がありましてで私も図書館で印刷しようと思って登録を済ませてで今日書類を印刷しようと思って図書館に行ってきましたで窓口のやり取りなんですけど まあ、パソコンで ID に書いてある番号を入力してまずパソコンにログインするんですね、まあ、60分間パソコンが使い放題なんですけども、まあ、自分の印刷したいドキュメントにアクセスをして印刷ボタンを押しますで印刷ボタンを押すと値段の確認のページが出てくるので、まあ、そこで値段が確認できるんですけど それで印刷っていうのを押します。で、全部印刷ボタンを押し終えたら、カウンターに行って、自分のパソコンの番号使っていたデスクの番号を伝えて、そうすると、受付の方が印刷をしてくれます。で、その場でお金を払うんですけども、0.9ポンドだったんですが、 ナインティペニーって言われたんですねで私はあの9ペンスって言われると思ってたのでなんて言ってたか聞き取れなくてでさらにパーテーションがあったのであの聞き取りが難しくて結構ナインティペニーを何回も何回か3回ぐらい聞き直してしまいましたね って言われたんであそこで90ペニーなんだって気づけたんですけど、まあ、私すごいなと思ったのが図書館の印刷でさえカードが使えるんだと思ってやっぱりすごくイギリスはカードが発達ししてるなと思いましたあの今のところイギリスに到着してから現金を使ったことがないです。 使う場所がないというか使う必要もなくてあの成田空港で一応ちょっとだけ換金はしてきたんですけどもなんかあんまり必要なかったかもしれないって思うぐらい本当に使わないですねさすがに図書館だとかなり少額なので現金かなと思って今日やっと現金を初めて使うかもしれないと思って。 行ったんですけれども、使う必要がなくてカードで支払うことができました。逆に現金を使う場面はいつなんだろうと思って。ます。はい。<music>